上近義国は日本の実業家。株式会社エコ研究所代表取締役会長。長崎オランダ村ハウステンボス創業者。現在の長崎県西海市製備町出身。長崎県立製備農業高等学校定時制2年生の時に上近家に養子に行き、高校卒業後、1962年に製備町役場へ就職。 農業指導を担当して実績を上げた。長崎県庁出向後、1973年3月町役場を退職。長崎県庁時代に、整備町内の土地買収を図った東京長田町の料亭一条と関係を築く。整備町の自然休養村事業事務局長に就任した1973年に、一条の相談役として20万平方メートルの、 敷地で観光果樹園建設事業に着手した。しかし、一条の経営破綻により、観光果樹園造成工事費4000万円が未払いとなり、借財の返済のため役所を辞めて上京し、一条の専務取締役として経営再建に手腕を発揮した。一条の狼、室谷周の娘婿、高橋高美が創立したミネベアグループの幹部として働いた。 不動産部長として1979年にヨーロッパへ出張時に地中海でクルージングを楽しんだ際に故郷の大村湾を観光地化するオランダ村の原型となる計画を発想した。その後、自らの観光果樹園を基礎として1980年に開園した長崎バイオパークからほど近い国道202号線沿いのけす料理店を全面改装する形で、 長崎オランダ村を1983年7月22日にオープンさせた。長崎オランダ村は順調に観光客を集め発展していたが、連休等の多客機に国道202号に大きな交通渋滞を引き起こし問題となっていた。乗用車での来園客のための駐車場を探していたオランダ村側に長崎県は 折しも総工費約150億円をかけ造成したものの分譲が進んでいなかったハリオ工業団地の利用を脱進した。県幹部からの提案に、上地下は素早く反応、火をおかずして、現在のハウステンボスにつながる計画の素案をまとめた。ハウステンボスは、日本工業銀行の融資を仰いだ上で、計画全般にわたり、オランダ本国からも助言指導を受けた。 1990年2月着工、2年後の1992年3月25日に第一期オープンを迎えた。建設にあたっての文字通り土壌から全面的に仕立て直した経過はハウステンボスで小説している。初年度から佐世保市内はもちろん九州でも最大級の集客実績を上げた。前述の建設時のこだわりも一因となった。 莫大な初期投資が負債となってのしかかった。将来的には人口3万人が定住する都市を作るという構想で作られた別荘になかなか買い手がつかず、また大都市圏から遠く施設更新も負債の関係からままならずにリピーターの獲得が思うようにいかなかった。さらに開業直前のバブル崩壊から続いた景気交代が集客現象を招き、 ハウステンボスの経営は次第に悪化した。2000年6月、上地下は公銀に再建放棄を要請、それと引き換えにハウステンボス社長を辞任し、経営から目を引いた。その後ハウステンボスは公銀主導での再建を模索したが、2003年2月に会社構成法の適用を申請するに至った。ハウステンボス社長退任後、 長崎オランダ村跡地に開設された交流施設ポートホール長崎を運営する会社の社長に就任するが半年ほどで退任した。2020年9月5日、佐世保市内の病院で死去。去年78歳。ありがとうございます。